さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、こちら、オンラインカプセルのライブツアー正月2019年バージョンをプレイしていきたいと思います。いや、めちゃめちゃ久しぶりのガチャガチャプレイなんだけど、お風呂上がってねすぐ5時になっちゃったから急いでこんな感じになってるので、こんな感じではいお送りしております。私がね狙ってるのがクリアチャームは、今回そんなにねまあめっちゃ欲しいってわけじゃないよ。このプチキャラ缶バッジの2019年正月バージョンのこれよ、これ可愛いの？なんかそういう感じなのよ。しかもね、これランペだけじゃなくて、まあ、他のグループもたくさんあるんだけど、誰が当たってもこれ可愛いの、このプチキャラ缶バッジが。まあ誰が出ても可愛いな今回って思ったので3回購入しました、3プレイ分。とにかくこのプチキャラっていうこの可愛い顔の子が欲しいから、これが当たればちょっと嬉しいってとこです。ただ今回クリアチャームもまあまああるし、リュウジ君のライトダークネスのあのクリアチャームでも全然欲しい全然欲しいっていう日本語あれだけど、とりあえずプレイしていきましょう。3回以上は増やしません、多分。よし、やるよ、いくよ。緊張する、来い、まごちゃん。おお、いましょう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 。あ、全然いい、あのランペだから全然いい、全然いい。じゃあ2回目。あ、いいね、めちゃめちゃ幸先。いましょうから来たらまごち来るでしょう。どう、謎のあれだけど、お願いお願い。お、ルイルイだ、ルイルイ。あ、何こっかい、ランペかい今回。ルイルイも全然嬉しいんだけど、私が狙ってるプチキャラがまだ1個も出てないんだよね。やばい、最後の1個なんだけど。え、待って、3回じゃ少なすぎる。ダメダメダメ、絶対に増やさないで決めたんだから。あ、プチキャラ欲しいよいくよ、最後、お願い。あー、ユズ、ね、めっちゃショックなことが起きた。画面録画できてないんだけど。え、チュラオブザチュラなんだけど。とりあえず残りの2回回します。今クリアチャームしか出てないから、プチキャラが欲しいんよ。プチキャラのマコチが欲しいんよ。お願いお願いお願い。ちょおー、タクマ、めちゃめちゃランペ出るけど違うんよ。タクマのキャラがあってこんな感じだっけ。タクマも整形した。もう最後の1回だよ、もうこれ以上は増やさない。だってツアーグッズも一緒に買おうと思ってるから、もうとんでもないことになるから絶対にこれ以上は増やさないから、お願い、最後だからお願い、生きてきてよ。プチキャラでいい、あのプチキャラだったら誰でもいいから、ほんとプチキャラ来てお願い。わいまさん、ほんとクリアちゃんはもう大丈夫だから、お願い、口お願いだよ。わあ、これは誰だ、わしおちゃんだね。プチキャラだけどわしおちゃんか、可愛いからまいった。チュラ、こんだけクリアチャーム出ることあるって言われてた。あと1回だけいい、あと1回だけ引こう。そうしよっか、そうする。やみすぎる、最後の1回やみすぎる。あお、なあ、やっちゃん好きだからいいけど、全然いいけど。6回引いてイージーファミリーが3つ、ランペが3つで、他のグループが全然出てないんだよね。クリアチャーム率が結構今回は高かったかなと思います。今回のガチャのやつが送料500円かかるので、かさばりそうなグッズを一緒に頼んで発送してもらおうという魂胆でございます最初は3回のね、予定だったんだけど、倍に増えてしまいましたが、オンラインガチャをね、久しぶりに回してみました。狙いのまこちはね、出なかったんですけど、悲しいんだけど、しかもね、前半取れてなかったっていう、ダブルの悲しみがあるんですけど、まあ皆さんと一緒にこう、ガチャ回ってたので楽しかったなと思います。次こそは、プチキャラが出た暁にはまこちをゲットしたいと思います。あ、そう、今日まこちをここにつけてたんよ、まこちという名の、サリーちゃん。ってことで、今回はこんな感じでした。皆さんはガチャ回しましたでしょうか？モバイル会員じゃなくても確かガチャは回せたかなと思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。さあ、チョコバナナでした。バイバーイ。